安陽寺は、長野県松本市畑三考にある浄土、新宗本願寺派の寺院である。王子は、死寺と呼ばれて、同志安住の王の川地区にあり、神言の少女であったとも言われる。しかし、新蘭聖人が、信濃のの国をめぐった折にこの寺に死宿され、また、弟子の最年防同友を使わして、京家にあたられてから、松本盆地における有力な浄土新宗の、 道場として発足したという。1753年から1761年にかけて、貸子団級の下の段から現在地に移転され、当時の境内面積は一丁六単六瀬七坪であった。江戸時代初期には五花寺の寺中を持っていたが、この移転を契機に、それまで散在していた自中の五カ寺も境内に集められた。1969年8月、12県司法の 堂々たる本堂を火災のために消失し、現在の本堂はその後に再建したものである。かつて旧道に面していた山門は移転され、原国道に面している。樹齢500年、350年とされるしだれ桜が2本ある。他にもしだれ桜があり、季節には多くの観客を集めている。また、三本杉と呼ばれる杉の木1本、高の巻1本がある。 この3種類の木は、2011年3月22日に、松本市特別天然記念物に指定された。廃物希釈に際しては、松本藩では80数か寺が焼き打ちにあったり、取り壊されたりしたが、安養寺住職、両寺氏は、松本へ日産し、正幸寺、極楽寺、宝栄寺などと協力して、猛運動を展開して、寺の存続を図った。 これが功を奏して、松本のすべての信州寺院が、廃寺の難を逃れた。ありがとうございます。